ポケモン GO の攻略法が本になるなど、ポケモン関係のイベントが大きな話題になり、ニュース等でも取り上げられることが多かったが、今は少し聞かなくなったのだが。しかし、常にポケモン GO はアップデートしており、いろいろな問題をクリアする努力がなされていた。近所には、ポケモンのジムがあり、子供たちが集う場所となっており、賑わっていた。こんなポケモン GO が話題になっていた。ミシガン大学附属の小児科病院が、子供たちのリハビリの一環として、ポケモン GO を活用していることが話題になっています。入院中の子供たちの中には、数週間部屋に閉じこもっている子もいましたが、ポケモン GO を始めたことで、ベッドから起き上がり部屋を出て、生き生きとした表情で、病院の中を自分の足で歩き回り、他の子供やスタッフたちと交流を持つようになっていったそうです。また、病院は、子供たちにとっては怖い場所でもありますが、探検場所となったことで、その怖さを和らげる効果も。ポケモン GO を活用するようになってからは、病院全体の雰囲気が、ハッピーなものに変わっていったと、スタッフの方は口にされています。この心温まるニュースに、数多くの感動の声が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。単純かもしれないけど、すごく幸せな気持ちになった。心が満たされて、涙がこぼれちゃったよ。アメリカ。ポケモン GO が、ここまでの盛り上がりを見せるなんて、任天堂の人ですら想像してなかっただろうな。ポルトガル。心と目頭を熱くさせてくれて、どうもありがとう。アメリカ。ポケモン GO ほど明るい話題は最近じゃ珍しいよね。もっと素敵な出来事が続きますように。アメリカ。ポケモン GO の影響力がものすごいことになってる。インド。私もゲームをもうちょっと肯定的に捉えてみようかな。イラク。これは絶対子供たちに元気を与えるだろうね。ワオ、病院のスタッフたちに拍手を送ります。フランス。ポケモン GO は、まさに、世界に革命を起こしてると、私は思う。アメリカ。想像してた以上のことが起き始めてる。オーストラリア。健康や社交性を育むのに、ポケモン GO は、とても役に立つ。そう考えてたのは私だけじゃなかったんだ。デンマーク。オーマイゴッド。感動の涙が、アメリカ。このことに関しては素晴らしいと思う。だけど、大人がやってるのは理解できん。国籍不明。ポケモンが誕生したのは20年前。1980年から1996年に生まれた人間が、このゲームにハマるのはおかしなことじゃない。国籍不明。この病院の取り組み、すごくいいね。実は、僕もポケモン GO をインストールしたけど、数時間後にはアンインストールしたんだ。僕には合わなかったから。だけど、こんな時代に、多くの人が協力し合ったり、楽しみ合ったりしてるこの現象は大好きなんだ。年齢に関係なく、外で活動する意欲をかきたててくれる手段としても、ポケモン GO は素晴らしいものだよね。国籍不明。この世界は、核も美しい。オーストラリア。こういうニュースならいくらでも聞きたい。アメリカ。少しの間でも子供たちが笑顔になれるなら最高じゃない？この病院はもっと称賛されるべき。アメリカ。ポケモン GO のおかげで世界に変化が起きてる。ナイジェリア。楽しみは子供を、人を元気にする。シンプルなことさ。ドイツ。これでも、まだ、ポケモン GO 現象に危惧を抱くつもり。カナダ。ポケモン GO が配信されて以来初のグッドニュース。カナダ。こんなに心温まるニュースは、久しぶりに見た気がする。アメリカ。こういう使われ方なら、私も賛成なんだけどね。ゾンビが街を徘徊してる今のような状況じゃなくて。アメリカ。大人の私のことも助けてくれてますよ。私は、繊維筋痛症を患っていて、日によっては全く動けない日もある。
不安も大きくて、数年家から出たこともなかった。だけど、先週末にポケモンを捕まえに外に出たの。夫と一緒に休憩を入れながら40分以上歩いたかな。実際にポケモンも捕まえられたし、楽しい時間だった。ありがとうポケモン GO を。このゲームは、私の人生を変えてくれた。アメリカ、小児病院の手助けをしたいと思ってる人は、ルアーモジュールで、病院にポケモンたちを引き寄せよう。アメリカ、ポケモンは、すごいことになってるんだな。よし、おじさんもサポートするぞ。アメリカ、なんて素敵なニュース。感動で涙が溢れ出てきた。アメリカ、子供の心からの笑顔より価値あるものなんかありゃしない。アメリカ、ポケモン GO の光の面。結局は、使う人とか使い方次第だよね。国籍不明。もちろん、皆が、みんな、このゲームを好きなわけはない。だけど、入院して1ヶ月ほどになる僕の子供は、ポケモン GO のおかげでベッドから出て歩くようになった。本来なら立ち上がるのも難しいはずなのに。今では、僕の家族は、すっかりポケモン GO の大ファンさ。国籍不明。子供たちは楽しいでしょうね。しかも、病院の中なら危険はない。気をつける必要があるのは、外にいる時だから。カナダ。ポケモン GO は、人と人をつなげるようになったのも利点だけど、これ以上にいい影響をもたらしたケースは他にないね。国籍不明。まさかポケモン GO が医学療法にもなるなんて、カナダ。ポケモン GO も、俺が思ってたより悪くないものなのかも。アメリカ。ポケモン GO のおかげで、家に閉じこもっていた人が外に出ることが多くなり、社会的にもいい影響が見られると言われていた。何しろ、自分の住む世界すべてが舞台になり、日常生活中でポケモンを捕まえたり、バトルしたりも楽しいものである。人と人との結びつきが、こんなポケモン GO によってより深くいい関係になってくれれば、本当に素晴らしい世界になると思うのだが。